時刻は0時を回りました。8月1日リオチミタイトルラジオですね、第9回目を放送します。ということでこの番組、私リオチと山内が、はい、お送りします。ということでもう8月ですって。早いね。早いですね。夏休み真っただ中、はい、ということで。怒ってますか？怒ってないです。あれですね、皆さん夏休みね、どんな感じなんですかね。どんな感じじゃないですかね。社会人ないんじゃない。社会人はないか。あります？リオチさん。ないです。でしょう。私やっぱそうですね、社会人になって土日祝日あんま関係ない仕事ばっかしてるんで、うん、ああそうなんだ。はい、だお盆休みとかそういうのもあんまりないですね、うん、あれですね、あのカレンダー通りの仕事の人すごい羨ましいです。まあね、はい、確かに俺も土日がない仕事ばっかりだな。あ、やっぱそうですか。うん、ラジオ局も全然関係ないですもんね。関係ないですね。365日あれが関係ない、祝日とか。あ、そうですね、うん、祝日。あ、土日は一応日曜日は休みなんだけど、はい、あれがない、あれ、祝日、祭日、なんていう、なんとかの日とか、国民の祝日みたいなのは一切ないですね。皆さんどうですかね。ね、本当、ね、どうなんだろう。8月ということでまた夏がまだまだということなので、皆さん夏バテ、夏バテ、今日噛みますね、うん、噛みますね、噛みますデーです、うん、ね、皆さん夏バテとか大丈夫ですか、うん、はい。ゆうちさんはちょっと、あ、でも最近慣れてきたかな。7月前半はちょっとデレーンとしてドローンとしてましたけど、デレーンドローンデレーンドローンとして、うん、ぐったりしてましたけどね。あ、そうなんだ。最近はちょっと元気になってきたかもしれないですね。よかったね、はい、暑さに慣れてきた。慣れてきた。なんか暑かった時は結構頭痛とかになっちゃって大変だったんですけど、はいはいはい、はい、最近はそんなんでもないかな。どうしよう、コメント紹介していいかな。はい、お願いします。はい、ツイキャス来てます。エコチンこんばんは。こんばんは。そして沖縄大好きさんこんばんは。こんばんは。一応夏季休暇があるですって。あ、素晴らしいです。うん。で、あんつばさんこんにちは。こんばんは。こんこんどっちなんだ。9本だけだな。あ、農家も関係ないな、うん、あ、そうですよね、うん、農家も関係ないね。兼業農家だから休みの日に農業頑張らないとって。あ、逆に、すごい、大変だ、ね、みんなが休んでる時に頑張る、うん、頑張る。でもそういうね、仕事も素敵ですけどね、うん、でも大変だよね、うん、大変。そっか、みんな頑張ってるんですね。そうですね、うんうん、そっか。農家ってちょっと憧れるけどね。でもやったら大変なんだろうね。あれですよね、あの天候に左右されるから、やっぱり、うん、収入もなんて言うんですか、その上げ幅、いい時はよくて、やっぱ、はい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 、ね、台風が多かったりするとちょっと下がっちゃったりとか、うん、大変だですね。ね、うん、そればっかりは誰のせいでもない。確かにですよね、うん、お天気の神様がいるんだったらその人のせいですね。そうね、はい、その人にちょっと文句言ってください。ということでね、じゃあ今日のテーマいいですか。はい、はい、今日のテーマ、これエコーとかかけられるんですか、うん、こっちでかけられないわけよ。かけたいね。そうですね、うん、じゃあ今日のテーマは、はい、欲しいもので、皆さんからメールをですね、あの募集しました。欲しいもの、はい、はい、欲しいものです。山内さん、なんかありますか、欲しいもの。僕、欲しいもの今でしょ、はい、このテーマ見ていろいろ考えたんですけど、はい、欲しいものは今実はガッっていうのはないけども、大雑把に言えば、うん、はい、いっぱいありますけどね。家とか車とか。そうそうそう、マンションとか。あ、そうですよね、お金とか。1階建てはさ、1戸建てはさ、はい、ちょっとめんどくさいわけよ。マンション派ですか。マンション派ですね。私一戸建て派なんですよ。大変よ。そうですか。だって大変じゃん。掃除が大変さ、まず。あ、庭の掃除とか。うん、まあそうですね。
マンションとかだと、ね、やってくれたりとか、あ、まあ、廊下とかね、そうですね、何、うん、かあった時にすぐ対応してくれたりとか、そうそうそう、便利は便利でありますよね、うん、で一番上のマンションがいい、なあ、景色がそうそうそういいやつ、うん、私あれなんですよね、あの、なんて言うんですか、庭でやっぱり犬とか猫とか話して遊びたい、動物大好きだからね、そうなんですよ、マンションだとなかなかできないじゃないですか、部屋の中とかじゃないと、しかもワンワン言ってたら隣から苦情来たりとか、くるくる、そういうのもあってやっぱ一戸建てがいいなっていうのも、うん、まあ、小さい頃からやっぱり一軒家がずっと住んでたんで、実家が一軒家だったので、これさ、ちっちゃい頃のあれによると思う、あ、寄るかもしれないです ね、うん、うちはずっとアパートとかマンションなんですよ、はいはいはい、だからだはず、あ、そっか、うん、ずっと一軒家だったんで一軒家がいいなって、あと欲しいものはやっぱりそういうなんていうんかな、パソコンとかさ、あ、パソコン、娯楽もの、はいはい、パソコンか、パソコン欲しいですね、なんかでかいやつ、大きいやつ、タワーの、もうノートはあるんで、はい、でかいのが欲しい、お家に置いとくやつ、ドーンって、そうそうそう、私も一昨年ぐらいにゲーミングパソコン買ってそのままだもったいないなんで買ったの、やる気はあった、あ、でもたまにやってますよ、最近はでもやってないか、うん、うん、っていう感じで、はい、はい、リュウチさん欲しいのは、欲しいのもう今日極端に言ったら、うん、あれですね、ギター買ったばっかであれなんですけど、やっぱギター、まだ欲しいの、本当はあの、うん、なんだっけ、ギブソンのレスポールが本当は欲しい、あ、20最低でも25万ぐらい、あ、しゃべや、高いので50万60万あ、すごいね、100万とか、天井知らずだね持っていったらあの、うん、電子ドラムも欲しいですね、あは、はい、電子ドラム、電子ドラム、家に生ドラムはやっぱ置けないんで、うんうん、電子ドラム、あのゴムパッドとかでできてる、練習用、そうですね、実家にあるんですけど、うん、実家から送ってもらえば、いや、もう20年前ぐらい、前ぐらいのドラムなんで、うん、しょぼいんですよ、え、音が、ああ、今のってすごいリアルで、うん、感触もすごい良くて、そうなんだ、はい、何、それでお家で練習したの、あ、そうです、昔は、18ぐらいの時に、うん、あの自分でローン組めるようになるじゃないですか、はい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 、速攻で10万ぐらいのやつ、すげえな、ローン組んで、速攻ローン組んだんだ、組みましたね、すぐ欲しくて、なかなかないですねそうなんですよ、そんで実家に置いてずっと置いてありますね、お父さんに捨てるぞ捨てるぞってずっと言われてるんですけどやめてって言ってもったいないね、もったいないですよ、だすぐ捨てようとするんです、うちのお父さん、なんかあのボノボノくんのしまっちゃおじさんみたいな、わかります、知ってる人います、しまっちゃおじさんいないんじゃないの、有名、有名で、ボノボノ知ってますか、絵本みたいな、あの、うん、そこがまず知らない、アライグマくんとか、シマリスくん、アライグマくんって、もう全然未知の世界だねアザラシが主人公のあれなんですよね、物語、大根の知ってる人いないかな、ね、あ、まだ来てない、そう、来てない来てない、そう、しまっちゃおじさん知ってたら教えてくださいということで、じゃあメール、そうですね、はい、はい、すいません、皆さん送っていただいてありがとうございます、うん、はい、もう今日もじゃあいっぱい来てるんで読みますね、はい、ラジオネームナルトラさんからいただきました、ナルトラ、ありがとうございます、今欲しいものはズバリお金いいと思いますいくら分かってて沖縄に引っ越したとはいえ、引っ越し前の給料が半分ちょいぐらいになるので、あ、なるほど、なんとかポイント活動を駆使して多少は賄っていますが、正直苦しい、うん、それはもらえるならお金が欲しいなと、あは、確かにね、あれなんですよね、お給料が沖縄はちょっと低い水準で、うん、なんでなんですかね、なんでかな、給料低くても暮らせるからじゃない、うんうん、確かに、う
私も埼玉で最低時給で950円ぐらいなんですけど、沖縄が830円ぐらい。今はね900円ぐらいだよ。え、はい、え、今は調べたくらい、今900円ぐらいだよ。めっちゃ上がってる。最低がですか？はい。え待って、本当に。いいよ、じゃあちょっと進めとくか、俺が調べてみるよ。はい、ということで、はい、はい、だって私のもらってるのは、まあまあ、まあ言えないんですけど、まあ、言わないで今はい、ということで次いきます。はい、リアチさん、山内さん、こんばんは。テーマ欲しいもの、ストレートに言いますよ、かっこ話題、恋人。おお、なるほど、お金じゃ買えませんね、うん、はい、理由はいてほしいからです、まあ、シンプルイズベストですね、うん、はい、ラジオネームタコモです。820円ってですよね、やっぱりごめんなさい俺900円と思って900円にしちゃったな、まあ、いっかちょっと内部事情が今流れちゃいましたけどね、はい、はい、まあでもまあそんなもまだね、うん、沖縄はちょっと低いんですよね。そうね、うん、100円ぐらい差があるじゃん。100円っていうと結構大きいんですよ。大きい大きい。1日8時間ぐらい働いて、月にやっぱ 1,2 万ぐらい変わってくるんで。そうね、はい、だ家賃安いでしょ、内地に比べて。変わんないんですよ。嘘、あんまり変わんないですね。マジ、あ、変なもんおっしゃった。そう、あんまり変わんないんですよ。あら、じゃあ損じゃん。だから結構生活に、うん、あのよくあんまり沖縄とかあんまり知らない人が、はい、沖縄って物価安いんでしょとか、うんうん、言われるんですけど、うん、のん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 、安くないの、物価安いと思ってるよ俺変わらないです。うっそ、変わらないです。あ、いや衝撃だな、はい、野菜高いし。野菜高いみたいね。高いですね。うん、あんまり変わらないです。そっか、これ抗議もんだな、どっかに本当ですね。ちょっとえね、県の大江大さん見てましたら、ちょっとお願いします、うん、本当ね、一市民の声をね、どうか本当お願いします、どうかしてくれね。それはもう内地から移住する人も少なくなっちゃうよね、これだったら。そうですね、うんうん、もっと沖縄を盛り上げていきましょう。はい、はい、で高尾さんの恋人、はい、どうですか、リュウチさんは恋人欲しいですか？私はいらないです。いらない、いらないです。あれあれ、なんで？いらないです。いやもう本当にだから、やることがありすぎて、うん、ね、追っつかないんです。追っつかないって言っちゃった。いやでもいたら楽しいんじゃない、全部いやなんかそっちにメインで行っちゃうのが嫌なんですよね、自分が。そう、結局メインで行くからでしょ。そうなんですよ。なんかいや楽しいよ。いや、いたら楽しいのは分かりますよ、本当デートとかしていろんなとこ行ったりとかするんだけど、そうそうそう、私はちょっとギターを今とりあえず早く弾けるようになりたいっていう謎の目標があるので。あ、まあね、はい、彼氏いたらギターの練習できないもんね。できないんですよ。そう、なんで構ってくんねんのとかになって。それよりも多分リオチがもうギターよりも彼氏にこうあれがいっちゃうと思う。あ、まあそうそう、それも嫌なんですよね。うん、まだいいかなって思っております。それは今あれがないからじゃないですか、出会いが。まあ確かに。あともう一回結婚したし。ああ。ね、とりあえずやることやった。言っていくんだ。え？そういうのは言っていくんだ。言っていく、言っていきます、言っていきます。そういうスタイルなんだ。オープンスタイルなので。なるほど。結婚してるし、あ、違う、したし。そうそう、一回したし、うん、結婚式も挙げたしみたいな。あは。もうのんびりでいいと。とりあえずは。でもそうそう、結婚する前はやっぱりなんか、うん、結婚したい結婚したいっていうなんか取りつかれたみたいにやってましたね、本当、はいはい、うん、10年前とか。10年も経ってないか、まだ。でもだからですよ、わかりますか、ちょっと人生の先輩のおじさんとして言っていいですか、はい、結婚したいが先にあるからなんです。どういうことですか。この人とだったら結婚したいっていうのが先がいいっていうことです。ああ、なるほど、はい、そう、結婚したい欲望があってなんかもう周りが見えなくなってたのかもしれないですね。もうとにかく誰でもいいから的なニュアンスは感じ取りますよね。あったかもしれない
そうなんですよ。武蔵さん家賃がピンキリって、あのピン、まあ確かにあの築50年ぐらいのとこは2万とか3万とかありますよね。でもあそこはねテンション下がるよね多分帰ってきたらね。いやなん か壁に誰かいたら嫌だなみたいな、ね、何か出てきそうだしね。いますよだって50年住んでる50年建物が50年ってことですよね、うん、その代わり 何人もそう入れ替わり立ち替わりしてるじゃないですか、はいはいはい、1人や2人出ますよね、こびりついてるよね。そう、怨念が、お化けいますよ、うん、嫌ですよ。なんかその上に戸棚に覗いてたら。そうね、いやいいんですけど覗いてても。いやダメでしょね、はい、はい、じゃあ次メールいきましょうか。次メール行きたいんですけど、はい、画面がロックがかかっておりまして少々お待ちください。あ、行きました。はい、はい、え、リアチさんこんばんは。埼玉のはちみつ一家です。いつもありがとうございます。なんか埼玉のはちみつ一家さん出張に行ってるのか、長崎とか。へえ、なんかいいね。あれ松山って長崎ですか。いや違いますね、雲字じゃないですよ。松山ってあれですよ四国ですよ。あ、四国、はい、へえ、なんか松山みたいな看板を見た気がするんですよね。で今欲しいものは沖縄の別荘、はい、ああ別荘も欲しいな。最高。以前はハワイ島に移住したいと思っていたので、うん、へ、グリーンカード永住権が欲しかったですね、うんうん、あ、え、移住、ん、移住権、永住権なんかあるんですよ。うーん、はい、すごい。沖縄の別荘は南城市か恩納村本部町に欲しいです。あ、本部いいんじゃない。あ、本部いいですね最高だと思いますよ、海綺麗だし、うん、恩納村も綺麗ですけどね。でもやっぱ本部がいいな俺は。あ、本部はいいですね、うん、南城市は何時がいる。いや、何時いても南城市はちょっとあれじゃない。え、南城市もでもあれですよ、あの、うん、自然が多くて私は好きですけどね。あ、でもなんかね、僕はもうなんかもう南部育ち生まれなんで、はい、あ、なんか南部はもういいかな。あ、そう堪能してるんですね、うん、沖縄のベース、あ、そこは読んだか、平屋建て 2LDK 駐車場付きで海が見えれば OK です。へえ、南城市なら毎日天ぷらの食べ歩きがしたい。あ、大島とかで、はいはいはい、いいですね。恩納村なら磯遊び、本部町なら毎日沖ちゃん劇場見に行きたいです。沖ちゃん劇場って何ですか。海洋博でやってるイルカショーですよ。ああ、なるほど、あれ沖ちゃん劇場っていうんです。そう、あれでも無料で見れますね。無料無料ですよね、うん、私も何回か見たことありますね。いいね、あれ常連になったらなんか覚えてもらえるんじゃない、うん、あ、イルカさんに、うん、あ、それはちょっといいな、ね、イルカ触ったことあります。 ありますよ。生臭いですよね。あ、匂いする生臭いと思いましたけど。あ、そう、なんかツルツルしてた気がします。ツルツルはしてますけどね、はい、そうなんですよ。あのクジラの塩匂い嗅いだことあります。ないです。臭いよまあ、そんなもんですよね。そんなもんですね、はい、生臭いですよね、はい、海だし。塩臭いって言ったらいいのか。そうそうそう。あんつばさんが、来年の秋に南城市にコストコできるって。ああ、うん、あれ決定したんですか結局。ねえ、ですよね。なんか俺富城にそんなっぽいの見てるんだけどね。あれ違うのか。じゃあでも南城市なんじゃないですか。あれ南城市なのか。そっか、でも、まあ、でも南部ら辺なのは知ってます。そうね、僕よりは絶対あんつばさんの方が詳しいと思う南大東なのに詳しいですね。え、南大東なの、最高じゃん。あんつばさんそうです、南大東です、ね、俺南大東大好きですよそういえば言ってましたね、うん、南大東に別荘欲しいぐらい。だら大東島って砂浜がないじゃないですか。だからさ、岩をくり抜いたプールの海があるわけ。へえ、最高だよ。私よく言ってるのが、うん、南大東島は RPG で言ったら、うん、あの最後の方に行く島ですよね。あ、違います。え、なんで恐ろしい島にしてるんですか
やじゃなくて、だいたいああいうとこって あの船じゃ上陸、そう敵の前に行くみたいな、あの なんていうの、わかるよわかるよ、上陸できないじゃないですか、だいたい飛空艇取ったりとかドラゴン取って上空から行くじゃないですか、だから最後の方に行く島です。あ、なるほどね。だ強い敵とかしかいないんですよね、ああいうとこ。確かに。たださ、本当にさ、この岩のプール、あ、まあ海なんだけど、はいはい、もうこう囲われてて岩に、はい、要するにくり抜いてるから、もうすぐあっちが海なんだよ、もう水平線、うんうん、最高だよ。最高ですね、うん、南大東おすすめです。今度行ってみ、あの大東寿司はすごい好きです。あ、そうそう、うまいしね、うん、あれもすごい美味しかったです。あとさ、あのあれもある、海底地底洞窟、地底人が、地底湖もある。じゃあ地底人いっぱいいますね、うん、本当に地底湖めっちゃ綺麗だよ。行ってみたい。それこそ RPG だよあの沖縄ワールドのあそこ行きましたけどね。ああ、もう鍾乳洞、あれはほらもう整備されてるじゃん。整備されてます。ノン整備だから。あ、それはすごい冒険。へえ。じゃあ次、はい、行きましょう。はい、リアチさん、ミキサーの山内さん、リスナーの皆さん、こんばんはっしょい。こんばんはっしょい。こんばんはっしょい。収録生配信お疲れ様です。タイトルネーム武蔵です。おい武蔵さん、ありがとうございます。おい、本日のテーマ欲しいもの、僕の欲しいもの、うん、ドラえもん、ドラえもんのよしけんポケットは最強。確かに、うん、タイムマシンで未来に行って、ナンバーズ、ロト6の当選番号、宝くじの当選番号、当選売り場を確認して、うん、現在に戻り、当確当選を狙えるし、もしもボックスでコロナ等の災害、人災、事故を含めなくすこともできるし、うん、確かに冬の事故等をで亡くなった人たちもタイム風呂敷で生き返らせることもできるし、無敵です。何でもできますね、うん、沖縄に住んでる全体の 75% の女性は出た、女性はイケメンで月収1500億円以下を男として人間として人権すら認めてない。そんなことなくないですか。で、ズバ抜けたイケメンで、ズバ抜けた大金持ち、月収1000兆円以上稼げて資産もあって、大金持ちになれば世界一男に求める理想が高い沖縄県でも、なんとか人目を気にせずに生きていけるので、ドラえもんが欲しいです。リアルで言えばジャンボくじの宝くじの一等の当選券ですね。ゆうちさん、山内さん、欲しいものは何ですか、教えてください、お願いします、といただいてます。ドラえもん欲しいけどねドラえもん欲しいですね。うん、あのなんだっけ、あれ、あの別に道具出せなくても欲しいです、友達として。いたら面白くないですか。面白いけども、まあ、出せたことにね、うん、あれはないですけど、はい、ドラえもん欲しいっていうのはちょっとでも反則だよね。反則です ね何でもできるじゃないですか。そう、何でもできる。なんだろう、チートです、チート。そうそうそうあのドラえもんの道具でも欲しいものっていう時に、もしもボックスは禁止に僕はしてます、うん、あ、もうあれ何でもできますもんね。あれこそチート中のチートじゃないですか何でもありですよね。だって何でもあり、あれ、うん、あれは確かにダメです。そうそうそう、どこでもドアとか欲しいですね。まあね、でもそうしたら交通系はもう破綻しますよね自分一人だったらいいんじゃん。ああ、そっか、自分一人だったらいいのか。そうそうそう、そうですね、うん、専用だったらいいな。はい、じゃあ次行きましょう。はい、ゆうちさん、こんばんは。あんこのつばかっこ翼あんつばです、うん、あんこのつばってどういう、美味しそうだな。テーマ、今欲しいもの。最近悩みに悩んで購入したのは2万5000円した何これ冷水服ですが、今欲しいのは20ミリメートルのパイプか15メートルのそのパイプですねえ何をしたいんだろう、何をしたい。今日の午後から仕事を休み、バッタの防除作業を しましたが、5時前に別の畑の、何これ、防除をした、うん、噴射器か、うん、を固定しているパイプが根元から折れて修復可能不可能なくらい壊れてしまいました。あら、あら、とりあえず頭の中では
では次こんな風に作るか設計中です。え、画像いただいてるんですけど。すごいね。何ですかこれ。あ、これ冷なんとか服じゃないですか。冷水服。あ、なるほど。これ2万円するんだ。まあでも涼しそうだね。あ、これこれに水入れるみたいな。うん、へえ、なるほど。私にはちょっとわからない世界ですね。まあね、でも農業には必要なんじゃん。ああ、まあそっか、うん、まあ熱中症とかにもなっちゃいますからね。そうそうそう、うん、やっぱね、あんつぼさん気をつけていただきたいですね、はい、ということで皆さん今日もメールありがとうございました、うん、ちょっと収録あっという間の30分がもうすぐ過ぎようとなって、最近本当あっという間だな。あっという間ですね、うん、はい、皆さんありがとうございます。ということでじゃあ今日もおしまいにしましょうか、はい、寂しいけどお別れです。ということでリアチと山内でした。また来週。